さあ、今日も一日頑張りましょ。もう毎日毎日、私目当ての客ばっか。かわいすぎるってのも考えものね。その頃、街中では。釜の姫江戸喫茶です。絶品オムライスに釜釜じゃんけん。ぜひ一度お越しください。メグタン、今日のライブも最高だったぜ。あ、ちょっとそこのお兄さん。そこのお兄さんとは、拙者でござるか？はい、そうです。何かね、私は帰ってメグタンの DVD を見るという、重大任務があるのだが。まあまあ少しだけ、お兄さん、メイド喫茶とかって興味ありますか？うむ、聖地巡りの際には休憩がてらによるぞよ。もしよかったら、最近できた釜飯メイド喫茶どうでしょうか？今なら無料でオムライスプレゼント。お、それは嬉しいでござるな。ぜひ帰りに寄っていこう。ありがとうございます。ということで、皆様、遅れました。お帰りなさいませ、ご主人様。あら先に言われちゃったわ。ふふ、これがオタク渾身のボケでござる。はい、オカマとオタク、最強のコラボ実現です。あなた、気が合いそうね。イエス。タカスクリニック、そんな初対面の会話だよ。それで今日は、どこが具合悪いですか？病院か。ちょっと、メグタンのことを考えると。甘いものんな。夜しか眠れなくて。正常です。あらま、それは困った。この気持ち、どうしたらいいんでしょう。なんというか、ぽっかりと穴が開いたような。センチメンタルオタク。尻に。実際開いてるわ。あらら、まあこれでも食べて現金出して、元気だろ。てかオムライスサービスだったよね。ふふ、冗談よ。今日は初回来店サービス、ドリンクもつけちゃう。バランス、でかすぎんだろ。そんな、ただでは小生も気が引ける。いいのよ、また来てくれればそれでいいの。約束でござる、また絶対来るでござる。商売とはこうやるんです。やりません。うふふ、待ってるわ。それにしても、ここのオムライス絶品でござるな。いや、食べてないじゃん。といった苦情は受け付けません。いろいろ編集の都合がありまして。そういうことは言わんでいい。まあね、愛情込めてチンしてるから。冷凍食品。いやー、今日はお世話になったでござる。いいのよ。今度は友人も召喚していいかね？連れてきてな。もちろん、大勢で来てちょうだい。待ってるわ。そして数日後。なんか懐かしい。カマちゃん、約束通り友達と来たでござる。おいカマ主の目の前、何同時に存在してんだ。夢の国のマウスか。あらこんなにたくさん。まさかこんなとこにメイド喫茶があったとは。拙者もリサーチ不足であった。ふぶき、教えてくれてサンキューなのだ。誰だよ。本名、春風吹雪。名前めっちゃイケメン。これから、隠れ家として使うでござる。うむ、申し分ない。ってことで釜主さん、これからよろぴこ。ふふ、いつでも歓迎よ。いや、両方お前やん。以上、商売繁盛の秘訣をお伝えしました。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。